会場では美しい見た目に反して皮膚に猛毒を持つ猛毒吹きアガエルや、初めての展示となる西アフリカ小型ワニ、毒蛇のガラガラ蛇など合わせておよそ50種150点の生き物を展示しています。生き物の紹介に合わせて毒や電気など危険の種類やレベルも表示しているので、楽しく観察して学ぶことができます。このほかスズメバチやヒアリといった身近な危険生物の展示や、スマートフォンを使って生き物の生態を楽しみながら学べるクイズラリーも設置されています。まだ暑い夏が続きますので、中に入っていただいて、涼しいんですけど、さらにちょっと危険な生き物を見てヒヤッと体験してもらったりとか、結構楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。この企画展は来月19日まで鳥羽市の鳥羽水族館で開かれています。